うん、はい、じゃあチェンジしますか。来ましたよ、来ました。チェンジお願いします。マイクなし、映ってる、声が入らないらしいんで。ストラップがですね、うん、つけることができるんですよ。つけるの、ストラップをつけてこうガシャッとつけると、うん、危なくない。落とせる。うわー、あー、あー、というですね、安全大事、これ大事なんで、うん、はい、収穫していただきました。さあやっていきましょう。いや、そうですね、画面がもうね、さあ名付けて映ってますけど、うん、放て波動拳モード。波動拳、波動拳 D ドのとこだけ、ドのとこだけ DO なんで波動拳モードです。波動拳、はい、いろいろステージあるんですけど、うん、今回はこのステージモード、はあ、ビギナーを選びましょう。はい、はい、ビギナー、画面はゲームの画面になる。まだ、はい、ここ、はい、でですね、キャリブレーションを行ってですね、これどういうものかっていうと、はい、自分が波動拳をポーズを出すとですね、ここ出すと波動拳が出ると、へ、画面上出る、夢みたいな、いう仕組みになってます。じゃあちょっとやってみましょう。はい、波動拳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 、すごい、アイトシのベガみたいなやつがいっぱい来ました。波動拳、おー、おー、なんかあれ、ベガコンテストみたいなってる。昇竜拳、たくさんいる、お前いっぱいいる、たくさんいる、よし、やばい、真空波動拳、うわっていう、面白い、すごい、非常に汗をかく、面白いゲームですね。これエクササイズいいですね。かなりいいですね。波動エクササイズ。アクティブポイントを僕 S 出してます。出してます。これあの、まあ、モーションコントロールで技認識するんですけど、こうやるだけでも出るんですよ。あ、ちょっとだけでも。ちょっとだけでも出るんですけど、アクティブポイント全然たまらないんで、全然たまらないんで、はあ、波動拳ってやってください。おお、ね、平井さん。え、僕いいの？すげえやりたそうに見てたじゃない。いや、平井さんやります？やりたい、やりたい、やりたい、そっち行きますね。特設会場、特設会場、昇竜拳もね、ズーンってズーンってショコラがずっとズーン、ズーン、ズーンって言ってるけど、ハドゥー、ハドゥー拳、ハドゥー、ストラップを通して、ストラップを通して、すごいな、次世代、次世代のゲームね、すごい時代でございますね、時代でございますね、すごい。で、モス、はい、はい、あ、ゆうさん来た、ゆうさん、ちょっとオペレーションしますわ。はいはいはい、これで、ちょっといいですか。いいですよ。あ、決定的に、はい、行きましょう。優しく定義、はい、ある目の前で押しているあるですね。はい、ここで決定的に、はい、目の前で、あ、そこでね、はい、はい、お、始まった。お、波動拳は遠いよ。昇竜拳、昇竜拳、あ、危ない、あ、出た、波動拳、波動拳、この距離は波動拳、波動拳、あ、近い、近いと昇竜拳、近いと昇竜拳、お、出た、お前も昇竜拳、あ、出た、波動拳、波動拳、あいつ波動拳、あ、近くても近い、近いから昇竜拳、昇竜、あ、竜巻、竜巻、竜巻、あ、すごい、お前も竜巻だ、はい、まい、遠いのに昇竜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 、危ない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 、あいつも波動拳、波動拳、さあ、たまりました、ミニスーパーたまった、これ危ない、これ進行につけるんですよ、これはまだこっちじゃない、おお、とりあえず、とりあえず、はい、いいじゃないですか、遠い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 、波動拳、波動拳、おぉ、昇竜拳、あれ、波動拳、昇竜拳、来た、あ、これ、真空波動拳、真空波動拳、おぉ、